この間アマゾンのプライムデーってあったじゃないですか。私ね、ずっと気になって欲しかったもの、あとね、実際使ってレビューしたいなってずっと思っていたものがあったんですけど、なんとなく買わなかったんですよ。まあ、いつ買ってもよかったんですけど、なんとなくそのポチるこう背中を押す瞬間っていうものがこう降りてこなくてだから、ね、この間のプライムデーでついに降りてきたんで買いました。先に何買ったかお見せします。ででーん、何か分かんないねこれじゃ何か分かんないよね。エアダスターですね。あの電動のエアダスター、よくね、あの缶の使い切りタイプのプシュッてこうエアダスターってあるじゃないですか。あれではなくて、もう電動で、まあ、充電してずっと使えるっていうやつなんですね。あの缶のやつもね、しょっちゅう使う人にとってはまあまあ不経済になっていきますし、まあ、精神衛生上ね、こう溜まっていくのも嫌だっていうのもありますし、まあ、かといってね、本格的なコンプレッサーなんていうのは、まあ、ちょっと大きいしうるさいしってあると思うんで、まあ、ハンディタイプのエアダスター、まあ、この生活とか趣味の中でね、いろんな用途あると思うんですけど、もちろん私はね、ラジコンのものとして使えるかどうかっていうのをね、今日はご紹介していきたいなと思います。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。それではこのエアダスター、早速開封していきますね。これね、これを選んだ、実はね、これ種類もね、いっぱいあるんですよ。全部でね、8種類とか10種類ぐらいあったと思うんですけど、これを選んだ理由ですね、まあ、あとで概要欄貼っておきますけど、安かったからですまあ、とりあえずいっちゃ安いのってね、私ね、貧乏症ですしね、安かろう悪かろうのもの大好きなんでまあそれもあって、とりあえず一番安いのをね、買ってました。これで使うものになればね、一番安くてこれならもうちょっといいやつだとこうなのかなとか、まあいろいろ考えができるんで、まあ、本来ね、そこそこいいやつを買った方がいいっていうのは、まあもうさすがに50年生きてるんで、もう本当は分かってるんですけど、でもね、やっぱこの手のレビュー系のものってやっぱ安いものの方がね、もしよかったらこれ十分じゃないですかね。ラジコンの用途だったらこれで十分ってこともあり得るので、これにしました。じゃあね、ちょっと開けていきたいと思います。ででーん、説明書が入って、こんなものが入ってますね。取扱説明書これだけです。ここに入っているのが USB ですね。 USB タイプ A からタイプ C ですね。あ、最近のものはちゃんとタイプ C になってますね。ちょっと古いものとかね、意外に国産のものだったりするとすぐあのマイクロとかに、ね、なっちゃうんですけど、ちゃんとタイプ C、 今時のものです。で、本体を開けていこうか。はい、この中にね、厳重に入っています。お、なるほど、おーほーほほほほ、これね、サイズ感どうだろう、ドライヤーぐらいかな。あ、ライトつく、あ、ライトつく、うん、サイズ感はね、ドライヤーぐらいの感じですね。これなんだろう、これついてるの、あ、掃除機、え、吸ったりもできる、そんなことはないね。エアダストだから、これあ、ハケでこうやりながら飛ばせるよってやつがついてるのかな、こうですね。で、ここにもう一個ラストの付属品ついてるのはこのノズルですね。これが一番こう口が細くなってるから圧力が出るってやつでしょうね。これ刺すだけです。なので、こっちが使いたかったらこれ差し替えるっていうだけの話でしょう、多分ね。うん、あ、こういうことですね。はい、これね、あのね、サイズはね、思ったより大きかったな。あ、やっぱね、もうちょっと高いやつ買うと多分ね、もっとちっちゃかったと思いますなるほど、はい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 。どうせ、ね、家庭用のドライヤー、まあ、ドライヤーもね、あれもサイズもいろいろあると思うんですけど、なんかよくあるパワーがあるタイプのダイヤってちょっと大きめのあるじゃないですか、まあ、あんな感覚にちょっと近いかなっていう感じですね。はい、まあ、サイズ的には私のこれ iPhone 13 Pro ですね。あの大きく、マックスじゃない、大きくない方ですね。普通のサイズですけども、まあ、こんな感覚だと思ってくださいね。これ私何に使いたかったか、何で欲しかったか、まあ、正直ですね、ぶっちゃけですよ、私の環境だと、私のラジコンする環境だと、まずね、サーキットでしか走らないっていうのがもうほとんどなのと、あと常にコンプレッサーがやっぱある環境でやってるので、これね、必要あるかないかっていうと、別にね、あの必要はないんですよ、私の生活には。ただ私が20年前にやっていたこのすごいね、野ざらしのサーキットみたいなところですね、管理者がいないようなサーキット、まあそういうところってね、かなり多いと思うんですけど、そういった時に、まあ、わざわざコンプレッサーを持ち込む、ね、運ぶなんて大変だから、まあ、大体こういうハケでね、こうパッパッパッと払ったりとか、たまにはもう仕方なくあのエアダスターのノズルのやつ、缶のやつ買ってね、プシプシってやったりしてたんですけど、
私ね、必要じゃなくて全く必要じゃないですけど、その時の思いとかね、でね、YouTube を見てくださってる皆さんの中にはやっぱりね、そのサーキットじゃなくて、ね、家の前とか近所のなんか公園みたいなとことか、こう自分のねテリトリー見つけたところで遊んでいるとね、でそれを掃除するのにいつもこう手間取っていたりとかね、まあ中にはコンプレッサーを持っていてっていう人もねいたりすると思うんですけど、まあそこまでじゃないっていう人に、まあこれね使えたら便利なんじゃないかなと思って、まあ欲しいね、いるいらないじゃなくて、欲しい欲しくないの欲しいが買って買ったのと、あとね、私のその20年前のような形のラジコンをねされてるような、そういうスタンスでねラジコンされてる方にとっていいものだったらいいなと思ってレビューしたし、買った次第ですね。じゃあこれ実際ちょっとまず出してみようか。どう電源オンオフはどうすんだこれ。あ、ここ下はライトか。あ、これライト、これね、ライトがつきますね。だからまあこれは懐中電灯みたいにならないけど、一応こう暗いところでも見やすいですよみたいなついてます。上を押すとつくのかな。なるほどなるほど、パワーがね2段階となってますね。よし、じゃあちょっと手で風圧を感じてみようかな。弱い方。おお。ほう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 。はい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 。はいはいはい。なるほど。じゃあ、ハイパワーにしてみます。あ。ああ。思ったよりあるよ、これ。思ったよりあるわ。あんまこうね、圧力、空気の圧力みたいなのはあんま感じずに、こう強い風がバーッと出るのかなと思ったら、案外その空気の圧力的な空気の塊を感じるやつは、これちょっと手なんかに当てた感じやってみるか。ちょっとやってみます。ほらじゃあね、一番気になる私のこの動画を見ていただいている方がこれに求めるもの、やっぱりね、おそらくバギーね、バギーがこう例えばその辺の原っぱとかグラウンドでこう動かした後汚れちゃいました、それを現場でこれで綺麗にできるかってね、やっぱかなり気になると思うんですよ。で本当はねちょっとね、その辺で走らせて、駐車場とかで走らせて汚れてって今日思ってたんですけど、なんと雨なんです雨なんですよね。このマシンなんですけど、これ先ほど別の撮影をしたんですが、その時に使ったやつで、これうちのインドアのカーペット、屋内サーキットですね、発射したんですけど、カーペットコースってね結構ホコリがかなりつくんで、見た目すごい汚れちゃうんですよね。でこの汚れをねちょっとね、いやーこれは画像では無理だな、無理だなこれ無理だわこれ。ちょっとスマホで別撮りしてみっか。あ、これ映りますね。ほら、見てください。これすごい汚れてるでしょ。ね。まあ、この程度なら簡単に吹き飛ばすことができるんじゃないかと言ったとこですね。これをちょっと掃除してみます。ここでやると舞うな。外行くか。外行くわ。はい、じゃあね、外に来ました。ね、見てると、あ、外のはちょっと分かりやすいですね。かなり汚れてると思います。これをこのエアダスターですね、充電式の電動エアダスターで、まあ、どのくらい綺麗になるかっていうのをねちょっと実践でお見せしたいと思います。やってみますね。じゃあね、はい、ハイパワーの方でやります。おおおお、すごいは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 い、なるほど。ね、思ったよりはパワーありますね。ただね、結構うるさいですこれ、まあ、今の環境だったら日中はいいんですけど夜中にこうドライヤーを使うとかで、ちょっとはばかれるじゃないですか、だから掃除機とかね、感覚、あれよりちょっと音ちっちゃいけども、まあ、ぐらいの音がするとちょっと思っちゃってもいいかなとかですね。はい、戻ってきましたそうですね、これね、じゃあどうしようか。
これね、使える使えないの話ですと、全然使えます普通に使えます。パワー自体はね、そのエアダスターみたいなその細いところ、まあ、ノズルなんかはね、多分ね自身で加工してもっと細くしてあげれば、多分ね、まあそのこいつに大丈夫かどうかちょっとわかんないですけど、まあ、多少細くするぐらいならね、このちょっと改造してもっと圧力はね出せるんじゃないかなと思いますね。そうですね、これ屋外でラジコンを楽しまれて、当然コンプレッサーまでは邪魔だね。で結構掃除なんかまめにする人でね、エアダスター使っていたりとかね、ハケでいつも頑張っていたっていう方ですね、これはね便利ですわこれ便利ですわ。私がね今の環境じゃなくて、その昔やっていたようなねコンプレッサーとかがないような環境でラジコンをしていたら、もう 100% 買ってますね。そのくらいこれ有用ですね。当然ねパワー感に関しては、その本当のコンプレッサーみたいなパワーはもちろん出ませんけども、まあ、それでもねライトに遊ばれてる方が屋外でね家帰る前にこれでシュッと綺麗にするっていう分にはね、十分ね使いがいのあるパワーだと思いますし、これ今今回試さなかったですけど、こういう風にしてね、これでブラシでねこう擦りながらこの風を吹き出す、ブロワーみたいに吹き出すってなると、さらにこれ汚れもね落ちやすいと思うんで、これ太くするとどのぐらいパワーあるんだろう。あー結構あるよこれ、結構パワーありますよこれもう結構あるわこれ。そうかそうか、でまあ欠点としては、まあ、私が買ったこの個体に関しては、まあ、結構大きめかなとね。ラジコンって荷物いろいろ増えていく中で、まあ、これを工具箱の中に入れるってなると、まあ、ちょっと大きめなんで、なんかプロポ、あ送信機ね、ラジコンってこれプロポあるじゃないですか。なんかほら質量とか存在はなんかプロポのをもう一個増えていくような、そんな感覚持ってもらっていいかなと。それよりはね、まあ、もうちょっとこうコンパクトにはなったりはしますけども、まあプロポもう一個持ち運ぶぐらいの感覚のスペースがいるかなとかですね。あ、まあ、もちろんねもっとちっちゃいのもありますよ。であとはまあ音かな、音はねまあまあうるさいですね、ドライヤーとか掃除機とかを使うとボーンが出るじゃないですか、まあ、あのくらいの音はしちゃうんで、まあこんなね夜中家の中でこれを使うってことはほぼない。大体ね屋外とかでこう片付けるときに使うとか少し使うとかってことになると思うので、まあ、その辺はねこのラジコンカーでの使い道を考えると、まあ音に関しては、まあ、特に問題はないかなっていうところですかね。あとはこれバッテリーがどのくらい持つかなんですけどね、 6000mAh か、もう結構大きいバッテリー入ってるねこれ最大駆動時間とか書いてあるかな、使用時間これ 6000mAh のやつなんで、パワーがある方にして35分間って書いてありますね。まあでも本当に35分使えたらめっちゃめちゃ使えますよこれね。そんな35分間も使わないですからね。要はね充電していって現場持っていけば、まあ35分がね無理で、実際はじゃあ25分だったとしても使える時間としては十分だと思うので、まあ自宅でねしっかり充電していって現場持っていけば、まあ自分だけじゃなくて友達のもね、どうぞ使えようみたいな感じでね、まあ最悪切れてもこう USB で充電できるっていうのがあるので、これはね、いい買い物をしちゃいました。まあ、まあ、かといって持っていたら使うかっていうと、なかなかそう機会はないとは思うんですけど、まあ、買って嬉しい、持っていて嬉しいということでね。はい。はい、そんなわけでね、私ずっと気になっていたこの電動のエアダスターですね。これ、私、これですね、あれこれ今、タイムセールでは4680円になってるんですけど、定価はですね、6580円のものですね、これきっとね。はい、そうですね。サンワサプライとかね、サンワダイレクトって聞いたことあると思うんですけどね、応援機器とか出している。それで、やっぱ1万円ぐらいするかなって感じですね。まあ、いろいろ見ていただくといいんですけど、もうちょっとスリムなものもね、存在しそうなんですが、これもね、絵で見ると、意外にスリムに見えたんですけど、持つとあ意外と大きかったなみたいな。でお値段はだいたい5500円から1万円ぐらいのものでいろいろあると思います。今回私買ったやつですね、一応これも Amazon の、ね、リンク貼っておきますので、まあ、これがいつかわからないです。今私が見てる段階ではタイムセールで4680円だったんですけど、まあね、そのタイムセールで安い時見つけて
ポチっていただくのもいいのかなとも思いますね。はい、そんなわけでね、ずっと気になってた電動エアダスターですね。私はねほとんど使う機会ないんですけどもね、まあ、持ってってカメラとか掃除するとかちょっと遠巻きにそれぐらい使うかな、まあ、使わないかなまあ見ていただいている皆さんのためにね、私が人柱となってレビューしたと言ってもいいでしょう。こちらですね、もしよろしければご自身のねラジコンの楽しみ方の環境に合っているなとか、日常生活こんなことに使えるなと思っていただいたらね、きっとね後悔はない、いいお買い物になるかと思いますので、よければご参考にしていただければなと思います。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオカーですね、ウェブショップもやってございます。あと SNS ですね、 Twitter、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらもフォローしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。